去年1年間に県内で発生した労働災害で亡くなったり怪我をしたりした人の数は1613人で前の年より300人近く増え23年ぶりに1600人を超えたことが分かりました奈良労働局によりますと去年、県内で労働災害によって4日以上休業した人は1613人で 前の年に比べて266人増え1998年以来23年ぶりに1600人を超えましたそのうち新型コロナ感染によるケースを除くと転倒や無理な動作による腰痛など労働者が高齢であったり経験が少なかったりすることによるけがなどが多いということです業種別で休業者が最も増加したのは第三次産業で とりわけ社会福祉施設では前の年に比べ6割近く増加しています奈良労働局では新型コロナ感染による休業が労災増加の大きな原因だがそれ以外にも労働者の高齢化などによる事故の増加は見過ごせないとして4月から事業者に向け安全衛生教育の啓発活動を行っています